ヤフー YouTube、どうもなんです。さて、今日のヘアスタイル解説をやっていこうと思うんですけども、今日はですね、ちょっとまたこちらスマップですね。僕が大好きなスマップの、まあ、ちょっと CD ジャケットとかをいくつか、4つぐらいかな、3つか4つぐらいちょっと出したので、その中で、まあ、全員ちょっとパッパッパッと早送りかもしれないですけど、解説と説明していこうかなと思います。紹介っていうかね、やっていきます。で、まずはどうしようかな、ゴローちゃんからいこうかな。これゴローちゃん、ゴローちゃんはまあ前昔からまあこの長さは変わってないですね。この耳隠れる程度の長さで、後ろはボブっぽく長めにしてあって、サイドパッド64パートぐらいで、こう毛流れ流れるようにちょっと段をつけてパンをつけて、このなんていうの、ちょっとなんていうの、色気のある男性。もう長ささえ決めれば大丈夫です。もう横の長さは耳かぶる長さで、後ろはボブベースの長さで、全体的に段をつけてくださいって言えば全然問題ないんで、あとは後ろに流すっていうのはもうパーマかけるなり、量を減らして動かしても出してみたりとか、それだけで全然大丈夫です。これは、うん、難しくはないですね。で、中井くんに関しては、この時代ちょっと昔の森くんがいたから結構もう90年代ですけど、なんだろう、ちょっと襟足長いのが多かった時代ですよね。うん、耳回りさっぱりしてもみあげ、襟足ちょっと長めに残して、ちょっと猿っぽいって言ったらおかしいけども、ちょっとウルフっていうか、ね、猿っぽいような感じのヘアスタイル、襟足長くして、で前髪も眉毛ラインで切ってもらって、まっすぐ切って、だからここがすごい短い、横この部分、サイドの部分短くして、もみあげ襟足ちょっと長めに残して、前髪は眉毛ラインなので、おでこが狭い人の方が似合いやすいかな、バランス的には。おでこが狭い人だと、眉毛までのここの距離が短くなるので、襟足が長くてもバランスが取れやすいっていうのがあります、これは。横をグッと短くして、前髪長め、長めっていうか眉毛ライン。おでこが狭い人で、襟足長めにするとバランスがいいかなと思います。で、森くんは、この頃は、まあけど、あれだね、センターパートよりだね、センターパートで、普通に耳に出るライン。ここに重さを残してくれる、要はセンターパートの後ろを刈り上げない長さ、バランスを長めに残すバランス、もう今の若い子のやってるのとほとんど同じですね、カット自体は、ただそのここをこう何立ち上げたりとかするかしないか、今の子を押さえてなんかマッシュっぽくしてこうギリ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 みたいな感じでやってますけど、センターパートランクみたいなね感じとかやってますけど、この時代ちょっとこう前髪を上げることがちょっとかっこよかったりとかしたので、言われてたので、まあこういう感じにしてるっていう感じかな。で、キムタクはもうロン毛ね、ロン毛なんだけど、これね、鎖骨かかるかかかんないかの長さ、肩にはつく長さで切って、ワンリングスで切って、で段を 2,3 センチつけてあげる、あとはストレートアイロンでもうまっすぐセンターパートで分けてあげればほとんど終わりです。これは難しくない、パツッとワンリングつけて、ダウンをつけて、あとはもうこういうサラサラな髪の毛なので、この時はツヤっぽくストレートアイロンとかでやってあげるといいかなと思います。で、シンゴちゃんの時はこれ何だろうね、襟足結構長めだね、中指より長め、結構長めですね、で、サイドは耳かけてるんで、サイドも結構長いと思う、多分耳半分ぐらいはある程度長さかな。で、ここ七三とかで分けてるんだけども、七三で分けて、まっすぐ分けてるんじゃなくて、七三からセンターパートの方向に分け目をつけて、でそこからオールバックにして、で襟足だけ長めにする。だから七三のショートヘア、要は2ブロックにしない七三のカットあるでしょ、七三カット、普通に森くんのセンターパート下に分けてあげて、それを長く切ってあげて、襟足も長く残して、それをジェルでオールバックにしてあげてるっていう感じです、ただ。で、つよぽんはショートですね。この髪型、今でも全然いいと思う。ちょっとここが前髪の部分長いから、どうだろうな、今作るんだったら、ここのこめかみ、ボンの部分までは短く刈り上げないで、こう耳回りさっぱりしながら短く切ってあげて、で、鉢上の部分だけちょっと長めに残してあげて、上からかぶせてあげて、この辺、上は短いけども、前は長めに残してあげるっていうバランス。で、ショートでワックスをつけてあげれば、もう、完全に出来上がりだと思います。簡単に、楽だと思います。続きテンダラの時のゴローちゃんからいこうかな。ゴローちゃん耳3分の1かかる程度のセンターパートです。で、襟足はちょっと長め、
に残す。もうこれだけ。これだけでいい。長ささえ決定すれば、耳3分の1。襟足はちょっと長め。残して、後ろから見て、前から見た時にもここで出るような感じ。ちゃんと残して、重さを残してある。っていう感じで OK です。キムタク。キムタクは、こめかみ8、ボンノクボ。ここまでをバリカンを使わずに短くカットしてもらって。で、ツーズブロックみたいな感じで、上は長めに残して、そう、ツンツン立たせるような感じ、ね、で。長めに残してあげて、ここは押さえながらセットしてあげて、前髪をこう前に出すのね。そう、ジェルとかでこう立たせてあげて。で、この髪の毛、僕この髪の毛一緒にこう流れてますけど、これがこう前に来るような感じ。のセット。なんで横から見たらここだけピョンって出てるような感じ、前が。そう。なんかちょっと模擬感っていうか、長さを残してるっていうのバランスが、ケムタ君のヘアスタイルですね。うん。で、ツヨポン。ツヨポンはそのキムタクの髪の毛とほぼ上は一緒です。そう。で、横はちょっと長めかな。で、後ろが長い。キムタクよりも。そう。で、キムタクこれセットしなくて下ろしてたらツヨポンみたいな感じだから。ほとんどこの二人結構似てます、この時の髪型。横の長さと後ろの長さがお互いに違うっていうだけで、ここの部分のバランスの取り方っていうのは、両方ともほとんど一緒です。うん。あとはまあ髪質とかによるけどね、ツヨポンの場合は柔らかかったりとか、細かったりとかするけど、キムタクの場合は硬かったりとか、ちょっと癖が少しだけね、あるんですけど、まあ基本硬くて、しっかりとした髪質だったりとかするので、そこが違うかな。その違いだけで全然セットの仕方とか、バランスが違ってきます。で、中井くんは、まあ、ゴールさんと同じセンターパートなんですけど、この耳の上ね、耳全部見えるような形のセンターパート。で、ボンノクボぐらいまで合わせてあげて、ボンノクボから下はね、多分甘めに刈り上げてもいいと思います。甘めに刈り上げて、つなげてあげる上と下のセンターパートヘアスタイル。これ全然、ほぼ一緒。で、森くん。で、森くんも、まあ、ゴローちゃんと中井くんとほとんど一緒です。この3人は結構似てる。センターパートで長さつけて、重さも結構ほぼみんな一緒だから、中井くんがちょっと軽いかなって感じ。重さ的には中井くんが軽くて、森くんところってほとんど一緒だね。うん。ちょっと段をつけてるのが中井くん、染めたりとかしてね。その辺で変化をつけてるっていうのがあるので、そこだけ、うん、変えてあげればいいかな。あとは、シンゴちゃんに関しては、要はこう、キムタク、ツヨシくん似てるって言ったけど、それがぐっと短くなったのが、シンゴちゃんですね。ここ短くして、刈り上げまでいかず、多分、まあ、ギリギリまで切って、後ろも切って、で、この辺も、こめかみ、鉢の部分で、この部分まで短く、全部上も短くつなげてあげて、前髪だけちょっとだけ、まっすぐじゃなくて、ちょっとこう、少し、真ん中に対して、ちょっと長くなってくるような感じのバランスです。そう。普通前髪作るときって、こう、ラウンドしたりとか、マッシュだったらまっすぐとか、その逆で、ちょっとこう、鼻の真ん中に対して、ちょっと長めになってくる。で、こうちょっと動きがあるんで、ちょっとまあ癖があったりとか、パーマかけたりとかして、やってあげると、特によくなりやすいんじゃないかな、とは、思います。あとね、けどね、これ短いね。この時、5人になって、This is Love の時の、この時は、まあ、慎吾ちゃん金髪で結構長めですね。まあ、この時どうだろうね。まあ、耳半分ぐらい。で、襟足長め。で、トップ短くして、前髪長め。もうこれでいいと思いますよ。普通にショートで横は切ってもらう。耳半分かかるぐらいな感じのショートで切って。で、襟足は結構長めで、こう前、結構長め。もうこの長めのバランスっていうのは好みによってくるんで、長め全然本当に前から見た時に出るような長さ、丸長くしていいんですけど、トップは短く。この上ね。短いんだけども、前髪をアシンメトリーにどちらかに流すような感じで長めにする。そう。まあ、ここが短くなかったら絶対に変なんです、このバランスは。ここも長い、ここも長い、ここ上も長い、もうなんか全部もうサモサみたいな感じだったんで、ここを短くすることで、長短をどちらかというとつけてあげるっていうような感じですね。ギュッと詰まってて。うん。で、金髪にするから明るく見えやすくて、しやすいですね。中井くんも最近こういう髪型からちょっとね、似てるような感じが多いですけど、中井くん昔からそうですけど、まあ、横、ここだけ短くして、ここ染めたりとか、いろいろしてますけど、ここは基本的にちょっと長めに残しても、後ろで耳でもまとめる。耳でまとめて襟足に長め。で、ここの鉢から上の部分だけ、こっち流れじゃなくて、今度こっち、
上8から上の部分だけ前にセットしてあげて、こうどちらかに流してあげる。だからこう 8から上と下で毛の流れが変わるんですよ。こっち後ろで上は前。いや結構極端に分かれてるんだけども、それを馴染ませてこうヘアセットとかでね、結構綺麗に馴染ませてあげると、まあ綺麗にまとまってくるかなっていう気がします。うん、ワックスとかジェルとかじゃなくてワックスとかの方がいいと思います。これは。うん、でこういうなんていうの、まあ昔のホストみたいにならないけど、こう束感っていうかさ、こういうの出すんだったらちょっとこうヘアセットは大事かもしれないけども、この毛流れの動きとかだったら全然普通にカットできるので、いいと思います。でゴロちゃんこの時は、まあ難しくはないですね。ゴロちゃんもこれも多分サイドパート、センターパートよりぐらいなんですけど、耳半分の長さでバツって切って、で後ろもボンドフォームでダウンをつけて、襟足もそのままちょっと長めに残してあげて、でダウンを結構短く、ダウンを全体的にいっぱいつけてあげる。しっかりここだってもう本当にツンツン立つぐらいまで短いですよ。僕ぐらい多分短いと思うんですけど、僕よりも 1,2 センチぐらい長いぐらいの長さのから段をいっぱい全部つけることによって、段をつけることによって、要は短い毛がいっぱい出てくるので、こうパーマをかけた時にこうクルクルしてる毛先の動き出てるのが結構いっぱい出てくるんですよ。これが段つけると出やすかったりとかするので、ゴロちゃんのこの髪型は結構段をしっかりつけて、パーマ、まあ黒髪なんでね、ゴロちゃんはこう段をつけたりとか、こうパーマとか動きでちょっとこうセクシーさを出すっていうのがやっぱ特徴だなとは思います。でキムタクはもうキムタクで、もう何だろう、一見普通のショートなんですよ。ウルフショートみたいな感じ、襟足ちょっと長めの、前髪目にかからない程度の長さで、横は耳3分の1かかる程度の長さで、もみあげちょっと長めに残して、少しね、襟足ちょっと長め、もある程度長めに残していいと思います。そうキムタクのもうベーシックなカットですね、これは。前髪ギリギリ目でかかる、で段をしっかり上の方をつけて動きが出るような感じにしてもらう、シンプルなショート、ウルフショートみたいな感じです。なんだけどもキムタクがやるとかっこいいってなる。もうただそれだけなんです。シンプルなショートです。段をつけた襟足長めのウルフショートだと思ってください。それでいいです。で強ポンの時、この時さっぱり短めですね。で強ポンの場合は、もうちょい横に髪の毛が欲しいと思う、僕は。残して、まあこの時全部高さを立たせてますけど、この時にちょうど鉢の部分で、この頭がさ、こう頭の角度が変わる、この鉢の部分まで全部刈って、そっから残してる。でこれはカット自体は僕すごいいいと思うんですよ。ただ強ポンの場合はエラが張ってることが特徴なので、このセットを全部上にしちゃうと、ここがすっきりしすぎちゃって、ここから真上にこう長方形というか、オムナガらしさがよく出やすかったりするので、僕このカットは全然いいと思うんですけど、ここで鉢の部分で決めてるんだったら、鉢の部分ちょっと横にちょっとセット、髪を下ろしてあげて、ちょっと横に出してあげた方がお顔のバランス的にはいいんじゃないかなと思うので、まあもちろんね、好き嫌いはあると思うんですけど、もしこういうカットとかしたいんであれば、丸顔の人とかの方がもっとよりこういうセットのしやす、セットの感じも似合いやすかったりすると思うので、その辺も含めてぜひやってみてください。バイバイ。